一応さっき腰トークで出てもらった増田さんなんですけど、今回は道具編ということでやらせてもらうと思うんですけど、はい、まあ、まずこのバッグから、僕これ正直見たことなくて、どこのメーカーなんですか？これ呼び方っていうか、ベトプロバッグって呼んでるんですけど、はい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 、何製、何、これアメリカとかイギリスで、これもインスタで見たんですけど、誰かが投稿して、でもめっちゃかっこいい、結構アメリカ人とかの電気屋さんしてフォローして見てて結構出てきて提供されたんですね。すごい丈夫なんですよこれ、はいはい、メーカー保証も5年あって、へえ、どっか潰れたら買えてくれるらしいんですけど、外がめっちゃ硬い、このめっちゃ硬いから、まあ落としたりね、あると思うんですけど、見たらこれ防水も兼ねてるってことですよね。あ、そこはですね、これプラスチックって硬いんで、これ前ヒロテックさんにもらったやつと一緒で、多分これ海外製ってこういうのもこだわってますよね、うん、まあ、これも落とすけど、こういうクエーションとか多分あるんで、これも大丈夫やと。ちなみにこれも今売れてるらしいんで、これまたあの動画作ってね今。あ、そう、違う動画こういう感じですね。綺麗な、かっこええな、普通にめっちゃええやん。ちなみにお値段は、これも35,000円これ アメリカで買ったもっと安いと思う。ああ、輸送しかもあるんかなと思うんですけど、ずっとアマゾンで悩んでたんですけど、ドッグ箱に35,000円で出しちゃう結構でもこれ多分一生使えると思います。うん、丈夫なんで。僕今メインのやつちょっと現場に置いてるんですけど、結構みんな持ってるこういうのとかって、まあ、3000円とか4000円とか、うん、ぐらいだと思うんですね。3万5000円は結構なかなかな値段ですね、うん。これの他にアピールポイントはあります？そう、使ってみて、なんかここが良かったなとか。物を刺した時に見やすい。確かに見やすいですね。っていう、うん、っていうのと、はい、あとここが、これ何なの？ここ箱。プラスチックになってて、はい、箱にはインパクト、こうなったり。これなんか工具箱みたいなのついてるんですよ。あ、元からですか？はい、はいはい。それでまあソケットとか細かいのを払って入れて、はいはいはい。まあなんせ強いですね。そうですね。うん。これ取り外しできるんじゃなくて、あ、これも固定されてます。はははうん。こういうとこの用とかもされてるんで、はい、やっぱ日本製のやつよりすごく長持ちしそうな感じですね。確かに、うん、まあ、とりあえずこのカバンはこんな感じで、じゃあ僕が適当に取って聞いていきますね。これは CE のやつですね。CE より、デンさん。なぜデンさんとかあります？これはあの、もともとあったやつで、特にあったやつで、まあ、そんなに使わないんで、ほんまは揃えたいんですけど、はいはい、これもね、6000、8000円するから、ね、まあ、買えれてないままって感じですね。ちなみに、これのテーマ、はい、人それぞれ、切り用とか、工作用とか、いろんなテーマを多分工具箱にはつけてったりすると思うんですけど、ざっくりあります。うちは屋内配線が多いんで、はいはいはい、それの用って感じですね。屋内配線の結線したり、そういったボードを開口したり、まあもう何でもできるようにうちは何でもするんで、はい、これがあれば大体できるということで。そうですね、電線触る仕事はこれでいけるかなって感じですね。じゃあ CE 電算でいつか置いてバラバラになりますけど、これはあれですね、スリング用ですね、はい、エスコ、エスコっていうメーカーですか？そうですね、エスコ。これ初めて見ましたわ、エスコ。日本ですか？日本語やもんな。日本製やと思います。これもですかね、これマーベル。でも多分ね、同じやと思うんですよ。マーベル、ライセンスの問題かなんかじゃないですか、ね。このちょっと折れてる方、折れてるというか、内になってる方が握りやすいんで、はいはいはい、この形に。閉じた時に、こっちがちょっと近くなるじゃないですか。握りやすいんで、これにしてます。僕は手を広げる範囲がちょっと少なくて、まあ、ちょっとだけです、うん、らしいです。うーん、はい、これが本で125から80まで握れるやつです、はい、これも確かに握りやすいです。これがボード開口するやつですよね。そうですね、田島畳めるやつですか？これを畳めないやつですね。あ、これは刃を変えるための。そうです、ここで他できるんですけど、刃、はいはい、も買ってあるんですけど、はい、なかなか変えずに結構長持ちして、ね、そう、持たせてますね。折れたら変えようかなぐらいで。これ叩けるやつですか？いや、お先丸くなってるんで叩けない、はい、まあ、これは言ったらあれですね、なんか意味が軽くするためですかね。まあ、どうですかね。ここは引っ掛けるためでしょ、はい、こう、うん、さっきのとこに、うん、これは毛がくやつですね。そうですね、差しがね結構多いんですか、毛がく作業というか。あのボックス加工するときとか、はい、角に合わせたらスケールでもいいですか、これ、まあ、若干ずれたりするんで、はい、まあ、あったら便利かなっていうか、ね、これ磁石ついてるし、ここに。へー、それは初めて見ました、うん、今空中でも使えるんですね。そうですね、こうパッと貼っつけて毛がけるんで、あのボックスとかもうすでにこう取り付けてあるときに毛がくときにこれめっちゃ便利ですわ。僕も初めて見たんですけど、うん、取り付ける前だったら下でやるから磁石はまあそんなに関係ないんですけど、こうやってね角合わせて10センチとか、まあ、100って感じの使い方ですかね。そうですねらしいです。金物入れるときはこれ買おう。芯はいくらですか？そんな高くないと思う。
これ自分で穴開け元から穴はちょっと大きくしてます。あの金びらとかにかけれるように、はあはあはあ、便利です。六角ですね。トラッド、これも安いやつ、ね、赤色でカッコですね。あ、これがクラインの2番だろう。ここ1ちゃうんかな。1番か。書いてないんですね、クラインって。そう、長さのなんか表記はあるみたいなんですけど、ね、アメリカのやつなんでよくわかんないですけど、ね、精密っぽいですよね。精密なんか1個手前とか、ちっちゃいね、ビスとか、クラインの舐めないようにちっちゃいやつです。これ3ですよね。そうですね。これもほんまクラインしたいんですけど、はい、3番になると高いんで、まあこれも新しいし、買い出てないのいつか全部クラインにしたいなと思って。何本ぐらいするんですか、3番のクラインは。4000円とか普通に、3、4000円すると思う。高いですね、うん。これが僕の YouTube 見て、はい、ちょっとマジ買ってみるかなってやつですね。これは便利なんですよ。よかったらあの僕の動画で、ちょっとこれメーカー違うんですけど、紹介してるんで、プニペックスですね。そうですね。これも同じあれですよね、ドイツ製ですよね。形とかほぼ一緒なんですかね。ほぼ一緒なんですけどね。同じかな。ちょっとこのプニペックスの方がでっかいなっていう。あ、ほんでここで切れるとこもついてて、こんな感じで。あ、まあ大きいですね。ね、ちょっと大きいですね。あ、こっちの方が長くちょっと向けるみたいですね。長さは。18って書いてるんで。18よりいけそうですけどね。まあ、ジョイントとかするとき長く向きたいですもんね。そうですね。長い方がまあ便利かなと思います。これがまあ精密ですよね。はい、フェッセル。これ便利なんですよ。これが、プラスとマイナスですね。フェッセルのプラスとマイナスです。ヤスリか。ヤスリ。はい。これはまあ配管であったり、レールであったり。そうですね。バリ取り用。はいはい。バリ取り用に。ちょっと短くしてます、これ。へぇーで。長いんで切って、確かになんか使いやすいかなと思って。ヤスリって結構長くて邪魔なんですよ。これやったら腰通りにさせますもんね。そうですね。何できたんですか。バンドソー。バンドソーで切りますね。これみんないいですよ、短くする技。別に長くても短くても変わらないですしね、そんなに使いやすさってね。ああ、これは3パチまでいけるやつです。ハンド、結構ハンドでいっちゃうタイプですか、ハンパチも。そうです。今ね、ちっちゃい US のアッチャッキーあるけど、僕らなんか若いのなんかはあんまり使わせてもらわれへんから。確かにね。3パチぐらいまで全然、はい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 、出ていってますね。確かに僕もこう、これで行ってもらえたら助かりますね。持っていくみたいにっていうかね、そういうのありますもんね。僕も持ってるんですけど。まあこれ3兄弟というか、もう一個ちっちゃいやつ持ってるんですけど。これが55までの。細い線ばっかり処理するときはもうこれで行った方が早いですよね。で、8付けとかちょっとでかい線が出てきたらこれで行って。ちょっと CVT とかね、でかいのはこれで感じで分けて貼るんですかね。これまたあれですか、アウトドア系の。そうですね。大事だ。これは普通のラジオですか。これもね、インスタで見た中押しですね。結構明るいですね。明るいですね。で、ここマグネットになってて、はいはいはい、作るんで。どういう時に使うんですか。暗い時、まあ盤にこう貼っつけて作業もできし、天井裏とかも